この話はオカルトや怪談に入るのかどうなのかちょっと微妙なところなのだが、他に書くところもないし、個人的には非常に怖かった体験なのでここに書きます。それともう何ヶ月も前のことなので会話はうろ覚えの部分が多く、当時こんな感じだった程度に思いつきで書いてます。不自然に思ったり違和感を感じたらごめんなさい。去年の夏に友人たちと集まっていた時、なんとなく暇なのでどこかドライブ行かないかという話になって、大した目的もなく一般道だけを使って長野まで行くことになった。メンバーは俺、A、B、C の4人。まあ暇な時集まるのは大抵このメンツなのだが、目的もなく出発したので当然することもなく、男4人でむさ苦しく適当に観光地で飯を食い、日が暮れてかなり暗くなった頃に帰ることになった。交代で運転しながら長野と群馬の県境、少し前に浅間山方面がどうのって看板を見たのでその辺りだと思う、をカーナビを頼りに走っていると、運転していた A が助手席に座っていた俺に、なんか道おかしくね、カーナビの順路合ってる、と言ってきた。俺は特に何も気づいていなかったのだが、言われてみると確か変な感じがする。さっきまで結構広めの綺麗な道路を通っていたはずなのだが、今通っているところは道幅も狭くなり、ガードレールはサビだらけ、道路もあちこちにひびが入っているし、ひびの部分から雑草が生えているところまである。来た道とは違うルートで帰ったので合っているかどうかは確証はないが、カーナビにはだいぶ前からずっと一本道が表示されているし、 A 曰く曲がり角とか曲がらずずっと道なりに来ていたという。まあ山の中だしそんなこともあるさということで、そのまま進んでいたのだが、それから30分ほど走ってもずっとそんな状態の道が続いている上に、すれ違う車すらなく、みんなだんだんと不安になってきていた。 C が一旦どこかに車止めてルートを再確認した方が良くないかと言い出した頃、少し先の方にドライブインらしい明かりが見えた。駐車場には数は少ないが何台か車が停車しているのが見える。それだけでなんとなく俺たちはほっとした気分になった。これは好都合ということで、そのドライブインの駐車場に車を止めた。どうやらこのドライブインは無人のところらしく、店員とかはいそうにないが、自販機が並んでいるのは外からでもわかる。おのおのひとまずトイレへ行ったり、飲み物や食べ物を確保することにした。A と C はトイレへ向かい、俺と B は自販機コーナーの隣にある休憩所のようなところへ向かった。休憩所の入り口のドアを開けようとしたとき、俺は入り口の明かりのところに異様なものを見た。手のひらよりもバカでかいガが止まっている。こんな真夏にでかいガというのも不自然で変なのだが、それよりも異様だったのはそのガの羽の模様だ。ガって目玉みたいな模様があるのはよくあるのだが、そのガの模様は目玉みたいどころか全体の姿がまるで人の顔のように見える。特に目の部分は丸というより本物の目のようだ。うわ気持ち悪いと思った俺と B はなるべくそのガを見ないように避けて中へと入った。後から思うと、この時点で何かがおかしいと気づくべきだったかもしれない。中に入るとそこはかなり広くテーブルがいくつも並べてあるのだが、照明はなんか薄暗いし、床や壁も微妙に小汚い。奥の方にゲームもあるのだが、遠目にもそれはどれも古そうに見える。それと端の方にはテレビがあり、50代くらいのおっさんがこちらに背を向けてテレビを見ている。俺はその人になんか妙な違和感を感じたのと、他にもいろいろうまく説明できない変な違和感を感じて、 B にそのことを話そうとすると、
B がひそひそ声で嬉しそうに、おい、なんかあっちに女の子3人組がいるぞ、声かけようぜと俺に言ってきた。 B の教えられた方を見ると、確かに20歳くらいの女の子3人組がテーブルを囲んで椅子に腰掛けているのが見えるのだが、表情を見るとなんか不安そうな感じで、あたりをキョロキョロしながら話し合っているように見える。すると3人組のうちの1人が俺と B に気づいたらしくこちらにやってきた。 B はもうなんか明らかに顔に出るほど嬉しそうなのだが、俺はすごく不安感を感じていた。そしてその不安感は当然のように当たった。女の子は俺たちの前に来ると開口一番こう言ってきた。変に思われるかもしれないんですが、ここって関東方面へ抜ける道でいいんですよね。それと気のせいかもしれないんですが、と一瞬躊躇した後で、このドライブインなんか変じゃないですか、と言ってきた。休憩所に入って以来ずっと妙な違和感を感じていた俺は、自分もなんか変だと感じていたことを話して、同じ席で少し事情を聞くことにした。 B が小声で、お前結構やるじゃんとかニヤニヤしながら言ってきたが、状況が状況だけにちょっとムカついて無視することにした。ぶっちゃけ言うと俺もちょっとワクワク感がなかったわけじゃないが、それよりも違和感と不安感の方が勝っていたからだ。話を聞いてみると、どうやら彼女たちも俺たちと同じように車を走らせていると、だんだんと道が整備されていない細い道になっていき、不安になってこのドライブインに一度車を止めて確認しようということになったらしい。そしてこの休憩所に入ったところ、なんかあちこちに違和感を感じて怖くなってきて、どうしようかと話していた時に俺と B がタイミングよく入ってきたので声をかけたのだという。ちなみに B はなんかもうまるで空気読まずに俺に任せてみたいなことを言っていたが、後から聞くと内心かなり不安で、その裏返しだったと言っていた。そんな感じでお互い状況を説明し終わった頃、女の子の一人が、それであそこのテレビの前にいる人なんだけど、と話を切り出した。そう促されて俺もその人を改めて見たとき、さっきの違和感の正体に気がついた。ちょっと遠くにいたのでパッと見は気づかなかったのだが、テレビとテーブル、そしてその人のサイズの比率が明らかにおかしい。少し遠くにいるにしてもその人は異様にでかすぎるのだ。多分立ったら優に 3,4 メーターはあるんじゃないかというくらいにでかい。さすがに空気を読んだ B も、でかすぎるよな、なんだあれ、と独り言のように言っている。さらにその女の子は、あとあの奥のプリクラのところなんだけど、というのでそっちを見てみると、入ってきた時俺たちは気づかなかったのだが、ロングスカートを履いた女の人の足が年代物っぽいプリクラの周りにあるカーテンの下から見える。その子が言うには、あの女の人は自分たちが来た時からずっと一人であそこにいて全く動かないんだという。そしてさらに続けてこう言ってきた。あとなんか変な音聞こえませんか、人が話しているような。言われてみれば、入ってきてからなんか音が聞こえていたのだけれど、俺はなんとなくエアコンか何かの機械の作動音だと思っていた。しかしよく聞いてみると、ボソボソと大勢の人が話しているような、そんな声のように聞こえる。どこで話しているのかは全くわからないが、とにかく何かここはなんか変だ。そんな話を5人でしていると、休憩所と自販機コーナーの間にあるドアが開き、 A と C が入ってきた。そして俺たちと女の子を見て C が、お前ら何ナンパしてんだよと呆れたように言うと、
そんなことよりちょっとこっち来てくれ、なんか変なのがあるんだと結構真顔で言ってきた。 A もふざけている様子もなく、俺と B が変なのってなんだよと聞くと、うまく説明できないからとりあえず自販機コーナーに来てくれと言う。こっちも変なこと山盛りだった俺たちは A と C に、こっちもなんか変なことだらけだと話しながら、女の子たちも連れて自販機コーナーへ行くことにした。自販機コーナーに入ると A がこれを見てくれとカップでコーヒーなどを売っている自販機を指さした。その自販機パッと見はよくドライブインとかにあるような液晶画面がついていて、そこで商品の紹介や CM などを流す普通の自販機に見えるのだが、普通の自販機とは明らかに違う部分が一つある。液晶画面のところに明らかに映像ではない、どう見ても生身の口があり、それがいらっしゃいませとか喋っている。 C がな、変だろ、最初俺たち人が入っているのかと思ってさ、声かけたり自販機を叩いたりしたんだけど何の反応もないんだよという。それにと付け足して、この口の周り、唇から外はどう見ても普通の液晶画面に見えね、どうなってんだろうこれと言ってきた。明らかにこのドライブインは何かがおかしい、現実離れしているというか何というか。とりあえず A と C にこちらの事情を全て話して、一旦外に出ようと話していると、休憩室の方を見ていた女の子がちょっとちょっとあれとかなり動揺した声で俺の肩を揺すりながら休憩室の方を指さした。指さした方を見て俺も含め全員絶句してしまった。さっきプリクラのところにいた女の人が出てきてこちらに向かって歩いてきているのだが、その女の人上半身がないのだ。厳密には下半身から上の部分がロートを逆さにしたように収束していて、上半身というかなんというか、その部分は棒とも紐ともつかないものがまっすぐ上へ伸びている。それが歩くたびにゆらゆらと揺れながらこちらへと向かってくる。姿からしてどう見ても人間ではない。俺たちはその異様な姿に完全に思考が停止してしまい、パニックになって全員外へと逃げ出した。そして外へ出て振り返るとその物体は俺たちを気にすることもなくそのままトイレの方へと消えていった。一体ここは何なのか、当時の俺たちはあまりのことに思考が追いつかずただただ動揺しまくっていた。とにかくここを出よう、そう考えた俺たちはカーナビ通りならこの先へ進めば群馬か埼玉の街中へ抜けることを確認し、女の子たちにはそんなにスピードを出さないからついてくれば大丈夫と話していると、突然後ろの方、駐車場の奥の林からかなりの人数の人影、目測でも50から60人くらいが降りてきてこちらへと向かってくるのが見えた。さらに人影以外に林の方から何かがこちらに向かってジャンプして突っ込んできて、俺たちの車の隣に駐車していたトラックに衝突した。街灯の明かりに照らされたそれは信じられないことだが、1メーター以上ある巨大な宇治としか言いようのない物体で、衝突した衝撃でトラックのガラスが割れ、宇治の方は地面に落ちて黄色い体液のようなものを流しながらうねうねと動いている。しかもそれ1匹だけでなく、少なくとも目で見える範囲だけであと7、7、8匹が飛び跳ねている。何匹かはこちらに向かってきそうだ。このままだと自分たちの車にも突っ込んできて壊されるかもしれない。身の危険を感じた俺たちは女の子たちにも早く車に乗るように指示しようとしたのだが、
何を思ったか彼女たちは駐車場の反対側の方へとかけていき、そっちじゃなくて車で逃げないとと慌てて追いかけた俺たちに向かって、この中に入って隠れてやり過ごそうよと駐車場の隅にあるプレハブの倉庫らしい小屋を指さした。俺は彼女たちが明らかにパニックになって冷静な判断ができなくなっていると思い、いいから車に乗れと怒鳴って4人で腕を引っ張って無理やり連れ戻し、かなり近くまで来ていた人影の集団と飛び跳ねる巨大な渦を尻目に無理やり彼女たちを車に乗せると、パニックになった女の子たちだけは不安だからとB と C が彼女たちの車に乗り、彼女たちの車の方は B の運転でドライブインから逃げ出した。道路に出て後ろを見るとついてきている女の子たちの車の後ろにジャンプする宇治が見えたが、さすがに車のスピードには追いつけないのか、そのうち見えなくなった。それから1時間くらい走っただろうか。今から考えると距離的に麓までそんなに時間がかかるとは思えないのだが、下の方に街の明かりが見えてきた。すると後ろの車に乗っている C から、女の子たちがトイレに行きたいと言っているから、どこか公衆トイレかコンビニのある場所に一旦泊まろうと電話がかかってきた。そしてしばらく車を走らせると、公園か何かの施設の駐車場らしき場所があったので、そこで一旦車を止めることにした。さすがにあんなことがあったので、トイレには俺たちもついて行こうかと聞いてみた。すると彼女たちはさすがにもう大丈夫そうだから3人で行ってくると言い、さっさと行ってしまった。まあもうほとんど街中みたいなものだし、さすがに大丈夫だよなとそのまま行かせて、さて警察に行くかどうするかとか、この後どうしようかとか、ちょっといろいろ期待もしながら話をしていたのだが、いつまで待っても3人とも戻ってこない。10分くらい経っても帰ってこないので、さすがにおかしいと駐車場脇にある公衆トイレへと向かい声をかけたのだが、返事がない。中を確認しようにも、いくらなんでも女子トイレに入るのは問題があるし、もしかしたらすれ違いで戻っている可能性もあるんじゃないかと車に戻ったのだが、車にも戻っている気配がない。ちょっとこれはやばいかもしれない。ひとまずすれ違いになるといけないので、俺だけ車の前に残り A、B、C でもう一度トイレに探しに行くことにした。待っている間、俺はなんとなくだが彼女たちの車を見ると、一箇所ドアが開いているのが見えた。あれ？帰ってきた？と思い車内を見たのだが誰もいない。おかしいな、さっきからドア開いてたっけ？となんとなく車内を見ると、座席のところから3人のうち誰かのものらしいバッグが地面に落ちかかっていて、なんとなく奥に戻そうと手を触れたところ、バッグが地面に落ちて中身がぶちまけられてしまった。しかも口紅かリップクリームか何からしきものがコロコロと転がっていってしまっている。これ戻しておかないとやばくね？と転がっていったものを拾い振り返ると、トイレに向かった A、B、C たちが戻ってきた。 A が言うには、さすがにおかしいのでトイレの中に入ってみたのだが誰もおらず、きっとすれ違いになってしまったのだと戻ってきたのだという。ちょっとシャレにならんことになってしまったと感じた俺たちは、ドライブインの出来事を信じてもらえるかどうか不安ではあったが、彼女たちのことが心配なので110番通報することにした。警察が来るまでの間、交代であちこち探しに行ったりもしたのだが、結局見つからず15分ほどで警察がやってきた。警官がパトカーから降りてきたので、これまでの事情を話していると警官が変なことを言ってきた。それでその女の子たちの車ってどれのこと？と言う。俺が、いや俺たちの車の横に止まってる、と後ろを振り向いて呆然としてしまった。K
警察が来るまで間違いなくそこにあった彼女たちの車がない。そんなバカなと4人であちこち探したのだが、そもそも駐車場には俺たちの車しかない。明らかに不審そうに俺たちを見る警官、かなり気まずい状況になってしまったのだが、ふとさっきぶちまけたバッグを車に戻し忘れて、そのまま俺たちの車の屋根に置きっぱなしだったことを思い出した。屋根の上を見るとバッグはある。警官にこれが証拠だとバッグを見せて、とにかくどういうことなのかわからないけど探してほしいと頼んだが、一応証拠品としてバッグは受け取ってくれたが、話自体は口頭無形すぎてまるで信じてもらえず、俺たちは住所と連絡先を聞かれ、後日話を聞くかもしれないからとそのまま返された。この後実はちょっと面倒なことになった。俺たちが警官に渡したバッグ、手帳と携帯から身元が分かり、もう10年以上前に失踪届の出ていた短大生のものだったらしく、俺たちは事件に関係があるのではと疑われ事情聴取を受けたが、そもそも10年前といえば俺たちはまだ子供であること、俺たち4人とも進学で都内にやってきただけで、そもそも長野も群馬も地元ですらない上に、当然失踪した短大生とも何の関係もないことはすぐに分かり、疑いは簡単に晴れた。ただバッグの入手先だけはかなり詳しく聞かれた。警官が言うには、俺たちが通ってきた道に証言にあるようなドライブインなどないのだということで、現場検証も兼ねてパトカーで来た道を逆にたどったりもしたのだが、例のドライブインどころかあまり整備されていない荒れた道すら結局見つからなかった。ただ事情聴取の時に見せられた短大生の写真は3人組のうち1人で間違いはなかった。バッグのこともあり、警官からはまた話を聞くかもしれないからと言われたのだが、未だそういう連絡はない。ただ今思うといろいろと彼女たちには不審な点がある。見た目が失踪当時のままという一番異様なことはまず置いておくにしても、一つ目は彼女たちは俺たちと同じルートでドライブインに到着したはずなのだが、到着した時間にそれほど時差はないはずなのに、俺たちはあの道で一度も前方に車のヘッドライトなど見ていない。かなり見晴らしのいい場所も通ったはずなのだが、二つ目は俺たちが彼女たちに話しかけられた状況だ。あんな異様な状況で普通いきなり入ってきた見ず知らずの男二人組に、不安感を感じている女の子が何の警戒もなく話しかけるだろうか。普通警戒しそうなものだが。三つ目は逃げ出した時の状況。あの時プレハブ小屋の中でやり過ごそうと提案したのは本当にパニックになっていたからなのだろうか。そもそもあんな異様な状況で3人が3人とも何の示し合わせもせず、疑問も持たずまっすぐプレハブ小屋へ向かうことなどあり得るのだろうか。小屋には鍵がかかっていたかもしれないし、それにすぐ目の前に自分たちの車があるのにだ。最後にあんな異常な状況にあったばかりだったにもかかわらず、なぜ彼女たちは3人だけでトイレに行くことにしたのだろうか。考えれば考えるほど彼女たちの言動には不審な点が多すぎる。もし逃げ出すとき彼女たちの言うがままプレハブ小屋に立てこもっていたら、俺たちはどうなっていたのだろうか。彼女たち3人の言動は今から考えると何らかの悪意があったようにしか思えない。そもそも俺たちは彼女たちがなぜあの山道を通ったのか、その理由すら知らない。